ちなみに私の方には直接当面変更に関する意見という、まあ、個別の意見という形ではなかったんです、まあ、ただですね、まあ、当面変更に反対するコメントに関しては、まあ、私の SNS といいますか YouTube の動画には、まあ、数えられる程度にはありました。ただ、まあ、その程度では、まあ、私のものなので、まあ、党全体というわけではないですけど、個人的にはその今回、浜野先生に聞きたいんですけども、今けど去年ぐらいですかね、市議とか区議会議員とかで、チラシが配布できるように、公職選挙法で公費負担が変わったと思うんですけども、今はポスター代は出るんですけど、ポスターは自分で貼らなければいけないというところがあって、N 国とか組織があまりないところ、あるいは、一個人が、無所属で立候補したいというときに、ポスターを貼るっていうところでかなり出馬に、制限があるというところを感じております。で、法案を出されているっていう、推奨を出されているところなんかで、そういったところをですね、改善して、そのポスター代を貼り出すところまで含めて公費負担にするというような、ことを提案されたらいいかなと思っているんですが、どうでしょうか。改正の公職選挙法についてはですね、多分先日12月12日に施行されたものだと思います。今年の6月に改正されて、それが6ヶ月後の12月、まあ今月先日ですね、改正されたものが施行されたと思います。で、その内容は町村議会の選挙ですね。そちらはですね、これまで供託金が確かなかったと思います。で、それが15万円、議会の方ではですね15万円課された。ただその代わりにですね、ポスター代であったり選挙カーかなといった公費負担が使えるようになった。もちろん供託金ラインを超えたらそれが使えるという制度ですね。まあ、これまでね、町村議会議員選挙では供託金がない代わりにポスター代であったり選挙カーなどの負担は自分でしなければいけないというところだったんで、まあ、供託金を負担する代わりにそれ以外は負担が公費負担出るようになったというような改正です。で、まあ、確かにポスターを貼るということに関してはですね、まあ、私個人的に苦労した面もあります。2019年の3月末の岡山県議会議員選挙が、まあ、私の最初の選挙だったんですね。で、金曜日告示日で、まあ、その日にポスターを全て貼るつもりでおりましたので、まあ、金曜日人が集まりにくいということもあってですね、相当無理した記憶があります。倉敷市が確か、まあ、800箇所ぐらいポスター掲示板があったので、そこに金曜日に人を集めて貼ってもらうということが、まあ、自分の集めた範囲では無理だったので、まあ、半分業者にお願いして、確かね、50万円ぐらい出して貼ってもらったということがあります。まあ、そういう意味ではですね、ポスターを貼ることに関して、まあ、場所によっては本当に負担が大きいので、まあ、そういう意味で、まあ、選挙に多くの人が挑戦してもらうためにそういうポスターを貼るまで負担してもらうというのは一つの手かなと思いますけど、まあ、現状法改正していくっていうのはなかなか どういうふうに法改正していけばいいのかなというのは結構難しいところではあるかなと思います。まあ、確かにポスターを貼るところまで全てね、選管の方でやってもらうというのは一つの手で、それはそれで一つの意味かなと思います。
まあ、ただ一方ではですね、まあ、その政治家になるのであればまあ、それぐらいの労力というかそれぐらいの人集め、人に協力してもらう人を動かすそういう能力もまあなければならないとい まあ、意見もまあ聞いたことがありますので、まあ、それはそれで一つの考え方かなと思います。まあ、ただ個人的には多くの人が選挙に参加できるようにポスター貼りまで全て選管に負担してもらうというのはまあ、いろんな意味で効率、ね、全ての陣営を考えると、まあ、効率的かなと思いますので、まあ、私はその意見でございます。あと追加でお話しさせてもらうと高崎市の方ではですね、確かポスター掲示板1箇所200円分ぐらいで、もう業者がまとめて払う貼ってくれるっていうサービスを提供してて、まあまあ、私が岡山県議会議員選挙で業者頼んだ時は1箇所500円分ぐらいだったので、まあ、それに比べると破格の値段だったので、まあ、地域によってはそういう業者さんが手助けしてくれるかっていう、まあ、もちろんお金はかかるんですけど、まあ、そういうところなので、まあ、民間業者がうまく、まあ、商売できるという可能性としてはあるんじゃないかなと思いました。私からは以上です。